こんばんは、さとひろです。ということで、私さとひろこれから寝るんですけれども、ねえ、やだよね、まっちゃん。明日はですね、私さとひろが2ヶ月間ずっと恐れていたとある日でございます。どうしよう、怖いんだけど。明日ね、午後過ぎからちょっととある場所に行って、僕が本当に2ヶ月間恐れていたことをやらなければならないんですけれども、ちょっとね、体力も使うということで、早めに寝なくちゃいけないので、寝ようと思います。あー、やだなー。では、おやすみなさい。よいしょ、おはようございます。と言っても、もう現在時刻12時1分なんですけど、僕がですね、今日何をするかというと、残ってる親知らずの根っこを抜きに行きます。やっぱり僕みたいな人種にとっては、食べることが何よりも大事な人生の楽しみだったりするわけですよ。その楽しみが今日一つ奪われてしまいます。2時半からですね、ちょっと手術開始なんですけど、それまでにね、まあやっぱ2時間半あるので、ちょっと最後の晩餐をね、したいわけよ。今手にはこんなね、みちょゼリーなんてありますけど、これを別にも飲める後でも。ラーメンとか食べていきたいけど、食べていったらさ、親知らず抜いてもらってる間、ずーっとニンニク臭いよね。はい、ということで、着替えまして、最後の晩餐を決めました。最後の晩餐は、お寿司です。いや、なんでお寿司にしたかっていうと、前回親知らずを抜いた時に、一番僕の脅威になったものを、それは、お米。お米がね、こう、抜いた穴にめっちゃ刺さるのが嫌だったんですよ。なんで、ちょっと今日はそのお米を食べ納めるとともに、もうお寿司なんてさ、お米がメインみたいなものじゃないですか。もうお魚とお米ですから。確実にこれからしばらく食べられなくなると思うので、まあ、回転寿司にでも行って、お寿司を食べ、家に帰ってきて歯磨きをして、戦場に向かいたいと思います。では。ということで、最後の晩餐をしにお寿司を食べにやってまいりました。一人で初めて回転寿司行ったんだけど、カウンター席がちょっと意外と狭く、誰だ今デブとか言ったの。美味しかったです。よいしょー。ということで、お寿司食べてまいりました。もう最高だったな。でもなんかやっぱ一人で食べるご飯ってちょっとなんかそっけないというか味気ないね。リさんは今日朝友達の家から帰ってきたんで、上でめちゃくちゃぐっすり寝てます。ということで、ですね、今時間が1時なので、まあ2時ぐらいまで少し痛みのないひとときを過ごし、2時ぐらいに歯医者さんに出発したいと思います。もう元気なさとひろはここまでです。皆さん、お見納めですね。見納めです。元気なさとひろはここまでなので、それでは出発直前の憂鬱なさとひろさん、よろしくお願いします。はい、ということで車にやってまいりました。あー、行くか。いや、でも今日が終わればよ。今日が終われば僕が恐れていたことはもう全てなくなるので、サクッと行って買ってきたいと思います。おう。はい、ということで帰ってまいりました。泣いた。27歳にして歯医者で泣くと思わなかった。泣いたって言ってもワンワン泣いたわけじゃないんですけど、痛すぎて涙出た。マジで痛かった。足浮いた。本当にきちい。今動画だからめっちゃ頑張って喋ってるけど、動画じゃなかったら多分もうこう家を出る直前にお昼ご飯を食べたので、痛み止め飲みます。ちょ、痛すぎる本当に。あー、夕飯はスープかな。で、抜いた歯もね、もらってきたので、家に帰ってちょっとどんな感じの歯が抜けたのかお見せしたいと思います。嫌な人はスキップしてください。はい、ということで現在時刻今18時18分でございます。帰ってきて、で、車の中で痛み止め飲んだと思うんですけど、痛み止め飲んで、ちょっと寝たの。
ちょっと寝ました、帰ってきて、やっぱ痛くて。で、寝て、今、そんなにでもないよね、多分ね。まあ、もともとちょっと顎が曲がってるっていうのもあるけど、でもね、熱を持ってる。すごい熱を持ってるから、まあ若干腫れてくるのかなとも思いつつ、痛み止め飲んだので、今ね、全然痛くないです。なんか前回、結構いじられたっていうか、まあすごいしぶとかったんよ、親知らずが。で、その、親知らずを抜いた時に、ちょっと横向きに生えてたから、まずは先端を切って、で、ちょっと抜こうと思ったけど抜けなくて、で、この歯が自然に出てくるのを待って今回抜歯っていう感じになったから、前回よりね、こう根強く残ってたわけではなかったみたいで、その手術自体も12、3分かな。前回は30分がっつりこうグリ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 ってやられたんで、精神的ダメージとかもう普通にやばかったんですけど、今回は割と10分15分ぐらいで抜いてくれたので先生が。まあもちろん抜くときは痛かったですけど、前回ほど全て無気力っていう感じではないですね。そういえば、豆田と澤田にトレーナーいただきまして、パラスティカトレーナー着させていただいております。ありがとうございます。めちゃくちゃ着心地がいいので、ぜひ皆さんもお買い求めください。ちょっとじゃあ歯見せるわ。ちょっと嫌な人は飛ばして。はい、こちらでございます。なんかみんなに自分の歯を見せるっていうのもなかなか恥ずかしいんですけど、こんなでかいのがさ埋まってたわけよ。で、それでもこの先端の部分はカットしてもらって抜いたから、多分このもうちょっと多分こんぐらいまであったんじゃないかな。小指の爪の先端ぐらいまで多分歯があって、で、横向きに生えてたっていうことで、ようやく抜けました。じゃあちょっとこれゆいさんのデスクの上に置いときたいと思います。で、また明日ちょっと消毒に来てくださいって言われたので、明日消毒に歯医者さんに行って、まああとはこの穴が塞がってくれたらもう完全に終わりということで、僕の親知らずはもう上2本下2本全部抜きました。4本、ありがとうございました。でどうなんだろう、ちょっとこの後もまだ痛み止め切れたりとか、お風呂は今日入んないでくださいって言われたんだけど、ご飯とかどうなるか分かんないので、ちょっとまたその様子も撮っていけたらなと思います。ではまたちょっとしばらく後にお会いしましょう。はい、ということでゆいさんお帰り。ただいま。なぜ車に乗っているんでしょうか。今日僕歯抜いたんですけど、おやしらさん抜いた直後の田中商店ラーメンチャレンジ、やばいな、調子乗ってるな、ちょっとな。中本いて。中本はダメ。ちょっと本当に今日だから、ゆいさんが今帰ってきて、で、すごい寒かったから、あったかいラーメンが食べたいということで、中本が食いたいって言うんですけど、さすがに傷口があるところに辛いものは、ちょっとやめてくださいって書いてあったんよ。お医者さんにもらった紙にも。ということで、ちょっとうまく食べられるかわかんないんですけど、行ってみようと思います。意外といけたね。ね、割と普通に、まあ、細麺だったからかもしれないけど、スルスルって食べて左で噛んでごっくんしてたら替え玉しちゃいました。ありがとうございます。あー、まあ若干腫れてきたか。はい、僕の歯です、どうぞ。いくよ、ね、大丈夫大丈夫、絶対手に合うんだよ。旦那の歯まで愛してよ。嫌だ。手出して。無理。うわ、でっか、これ化石じゃん。まだ元気ですね。明日の朝どれぐらい晴れてるかお楽しみに。ではおやすみなさい。はい、ということで翌日の今ですね、午後7時でございます。今日も病院に行ってきて見てもらったんですけど、ちょっとね、喉痛い。なんかこれ風邪なのかなと思って歯医者さんで先生に聞いたら、やっぱ奥歯切ってるから喉の方まで腫れ上がってね、痛くなる場合があるって言われて、ちょっとね、物飲み込む時とかね痛くて、今日お昼ご飯僕こちらでございます。だから歯が痛いわけではないんだけど、喉痛くて飲み込むの大変で、こんな柔らかいものしか今食べれないっていう状況で、でもまあ腫れとかはそんなでもないよね。ちょっと写真こちらでございます、どうぞ。多分そんなに腫れてないんじゃないかなっていう感じですね。ということで2回目も思った以上に腫れ上がらなくて、動画的にちょっとどうなのこれみたいな感じにはなったんですけれども、以上里弘の最後の親知らず奮闘の記録でございました。里弘頑張ったなと思う方はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。私も親知らずこれから抜くんだよ、頑張らなきゃという人もぜひ高評価よろしくお願いします。ということでまた次回でお会いしましょう。バイバーイ。